こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーです。ナオリン改めナオジーでございます。はい、ですね、今回はですね、この、CRC 1310なんですけどね、ちょっと改造というか改善しました。2つ改善したんでね、1つはですね、このね、緊急時のこれ押せばね、止まってくれるというやつね、これつけました。最終的にはどっかね、この辺にね、こう設置するかなと思ってるんですけれども、とりあえずね、ブラブラですけれども、何かあった時にはこれを押すとですね、止まってくれます。はい、そしてですね、もう一つね、ここなんですけど、プローブですね。前回ですね、なんかブザー鳴ったりとかするね、やつにしたんですけど、ちゃんとですね、プローブでね、このね、この高さをですね、調整できるようにね。そしてですね、あとはこうソフトを変えました。ソフトね、また今度ね、インストールの仕方がちょっと厄介だったんで、まとめたいとは思ってるんですけど、ですね、GRBL っていうのを使ってたんですけど、GRBL コントローラーっていうのを使ってたんですけれども、ですね、いろいろと試した結果ですね、BCNC っていうね、ソフトがありましてね、それ機能が非常にいいんでね。そしてバージョンもね、この GRBL1.9 でもちゃんと動作しました。1個ね、ちょっとね、このなんだ、スピンドルのね、回すところがね、コンソールっていうか、クリックとかで、なんだ、このマウスでね、できなかったんで、コマンドをですね、 M3S1000 っていう形でですね、入れてやると、モーターが、スピンドルモーターが回り始めまして、でオフするときには M5 っていうのをコマンドで送ってやると止まるんでね、まあそのぐらいだったらいいかなと思って。はい、じゃあですね、今回はですね、ですね、非常に細かいですね、PCB ね、これ今回作る PCB の回路なんですけど、それはですね、ウォークマンのですね、WM-iPhone、D6C っていうやつの、モジュールですね、 IC チップみたいなモジュールなんですけれども、その回路です。前はね、エッチング処理して作ったんですけど、なかなかね、そういう溶かして後処理とか結構大変なんで、このね、 CNC でね、できたらいいなと思ってました。なのでそれね、できるようになりましたんで、試しにやります。それとですね、あとね、ノウハウの件なんで、ノウハウなんですけど、一つね、どこにも書いてないのがあったんですよね。最初ですね、まあ後からまた説明するかもしれないですけど、非常にね、細かいパターンなもんですから、削るね、こういう細いですね、今ついてるのはですね、15度、ここの角度ね、15度なんで、これはね、これはこれはなんだ、45度ぐらいかな、45度じゃないな、これは30度かな、30度じゃないの、もうちょっと30度ぐらいかな。これはね、もともとついてたやつなんですけど、前に買ってあった15度っていうね、これもっとね、こう尖ってるやつ使いました。だけれども、最初ね、なかなかうまくいかないでね、なんでだろうってやってたんですけど、2点あるんですよね。一つはこの深さですね。で、前にね、0.06 とか07、要するに60マイクロとか70マイクロって話してたんですよね、この銅箔ですね、銅箔。
だけどね、実際には36マイクロメートルぐらいなんで、掘る深さはね、だいたい 0.05、 要するに、50マイクロメートルぐらいの、あの深さで掘ればいいと。ただですね、ですね、ちょっとしたですね、これ歪みがあるとですね、ちゃんと掘れないんで、そのためにちゃんとですね、このプローブつけてですね、なおかつあのプローブ、マッピング、ハイマップっていうのあるんですけど、それを使わないとダメなんですよ。でキャンドルっていうソフトでやったんですけど、キャンドルの場合はですね、この GRBL の、0.9 っていうのがサポートされてなくて 1.1 とかじゃないとダメだったんですよ。でこのね、ファームウェアを直そうと思ったんですけど、ちょっとね今ねリスクが高いんで、それはあんまりやりたくないということでですね、ソフトで BCNC っていうソフト、やりました。はい、それに変えました。それはねオープンソースの結構定評のあるソフトなんですね。あ、はい、あ、それでね、マッピングでこういくつもねこの、削るとエリアを指定してやると、まあ、自動的にやってくれるんですけど、そしてそのところを後でちょっとデモでやりますけど、ポコ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 ってたくさんですねこうチェックするんですよ。あの高さをこうやって調べてきます。調べてきます。それをマップ化して保持しててですね、 いざですね実際にこう削るときにはそのマップを元にしてこう高さをですね微妙にコントロールしてくれると。でちょっと完全に調べてないんですけど、ざっとですね1ミクロン数ミクロン単位ぐらいの精度でですね測れるみたいなんですよ。だから今ね深さを50ミクロンで設定してるんですけど、40ミクロンぐらいにするともうちょっとね細かくできるかもしれない。はい、あともう一つね、削るの幅がね広くなっちゃうっていう問題があって、それなかなか分かんなかったんですよ。あの調べてもですね出てこなかったんですね。そしていろいろやってる時に分かったんですけど、このね変身ですね、この変身って言ってもカメラライダーじゃないですよ。変身っていうのはこの先がですねこうブレるっていうことですね。回転するときにこう細かくブレちゃうんですよ。はい、それがあるとですね結局0.1 ミリぐらいの幅で掘ろうと思ってもですね、この揺れがあるとですねブレるとですね、幅が広くなっちゃうんですね。そうすると細かいパターンが潰れてしまってですね、ダメなんですよね。それでいろいろやったんですけれども、ここのね要するにここ出てますよね、こここうこのねちゃんとじゃないなんだチャックかな、ここのところをこの出るねこの長さ、これをね短くするといいっていうことが分かりました。だからなるべくこう突っ込んでやると、はい、奥まで突っ込んでやると、そうするとですねこのブレが少なくなるんで非常に、細かいやつができると。その2点ですね、このプローブのこの高さの調整とプローブによるね、BCNC の場合はオートレベリングっていうのかな、オートレベルっていうのかなっていう名前でなってるんですけど、それを使わないとですね細かいパターンの、削り出しっていう PCB を作るのがちょっと難しいということになりますね。はい、ちょっと暗いな。暗いですけど、ライトもちょっと変えなくちゃダメですね今度ね。
はい、はい、じゃあちょっとやってみます。ちょっとソフトを、立ち上げたいと思うんですけど、ちょっと表示はしないですけれども、実は BCNC の場合は Python っていうですねソフトウェアをベースに使ってます。なので Python から、実行するんですけれども、ちょっと待ってくださいね。コンソールを開いて、これまたね、これの立ち上げとかですね、BCNC の、インストールの仕方とかってね、またできたらいいなと思ってるんですけれども、で、コンソール開いて、Python-M の BCNC ってやるとですね、はい、ちょっと待ってください。このようなですね、ソフトが開きます。これね、はい、これで、これね、C ドライブしかね、読み取れないです。なので、データを C ドライブに入れといて立ち上げます。はい、ここでね、ファイル見えます？ね、これで、あとは最初に、プローブ、コネクトしなくちゃいけないな。これ一回ね、ちょっとね、コネクトが切れちゃうんですよね。これじゃない、コントロールで、ファイルで、ポートを選んで、オープン。つながりました。ほんで、ログでマイナス10ぐらいにして、よし、これいいかな。よし、行きます。プローブ開始。これね、プローブこれつけますね。つけてるんですけどね。これね、裏の基板のポートがありまして、このですね、このアラームというかですね、これスイッチをつけるところの隣のねところに行きます。で、スイッチになるために、これで、この刃がですね、この PCB に当たるとですね、導通して止まるというプローブね、検出するというセンサーなんですけど、でちょっと動かしてみますね。今は1箇所ゼロポイントに変えるためにですね、 OK、 プローブ、はい、ここが0ポイントになりますね。はい、これでここを0に一旦このソフトの方に設定します。そしたらこれだけだと、そのここの点だけの高さなんですね。これをマッピングするんですよ。そのレベリング、オートレベルっていうのがありましてね。でまたこの辺もね、オートレベルのねやつ、今度ねやった方がいいかな。またソフトの方はね、またソフトでちょっとやらなきゃいけないかもしれないんですけど、レベルのところ、オートレベルっていうのがあって、それでそこのね右のところに、マージンズっていうのかな、マージンズっていうねアイコンがありまして、それをやるとですね、これね、マップがね自動的に作ってくれるんですよね。でこれを1にしといて、
そうするとここにね、ここに、ここにね、マップができてるんですよ。この、エリアね、X のエリアと Y のエリア、Z のエリアね。で、Z のプラスの方のマックスの方は、あんまり高くするとですね、時間かかるんで、一回そこまでこう上がって、またぐーってゆっくり下がってくるんでね。はい。で、これを設定して、ここにある、ここにあるんですけどね、スキャンっていうのをボタンを押すとですね、始まります。はい。じゃあちょっとね。はい、行きます。はい、オートレベル終わりました。オートレベルが終わるとですね、このような感じにね、ちょっと色がね違うでしょ。ここにちょっとうっすらピンク色があって、でここら辺白くてですね、こっちになってくるとちょっとブルーですね。ブルーなのはマイナス 0.68 だから68ミクロンほどですね、高いのかな、マイナスが多いっていうことはそうだね、ちょっとね膨らんでるっていうことですね。このここのエリアがちょっと膨らんでるんですね。はい。なのでこの膨らみとかですね、へこみに合わせてですね、Z 軸ね、高さをコントロールしながら削っていきます。はい。はい、そしてですね、じゃあ削っていきますね。はい。プローブを外して、はい、これで50ミクロンの深さで回路を削っていきます。はい、今から始めます。あ、そしてその時ね、普通だったらこれでね OK する、あ OK スタートするとですね、スピンドルモーターね、これがね回り始めてですねできるんですけど、そのねスピンドルモーターのコントロールがですね、ソフトの方からちょっとできないんで、コマンドをねちょっと入れます。M3S1000 で入れます。 S1000 っていうのは100% のスピードで回るということで、これで、動かしてから、スタートします。プログラムというか G コードをスタートさせます。はい、じゃあちょっとやってみますね。モーターオン、スタート。
はい、終わりました。はい、じゃあ基板を取るんで、この Z 軸ね、ほら高さを上げます。はい、このくらいでいいかな。はい、そしたらですね、これを取りまして、飛びます。そうするとですね、ちょっと見れるかな。はい、こんなパターンできました。これは今回はこれですね。はい、前にね、試しにやったやつ、こっちで今回やったのこれですね。これね、ちょっとね、バリがね出るんですよね。これはサンドペーパーで、噛みやすいでね、ざっと削って、その後ですね、台所用のクレンザーでもってもう一回やると綺麗になります。はい、磨くとね。はい、ちょっとそれをやってきます。ですね、ちょっと失敗しましたちょっと失敗してしまいました。ちょっと見えないかな、焦点合わないかな。本当はね、これ同じ設定だったんですけど、これぐらいね細かくできるんですよ。ちょっとね、レベリングでちょっと間違えたかもしれないね。これね、削りがね甘いところがありました。はい、なので今回失敗ですけど、まあこのくらいの、こっちね、左が、こっち側の精度まではできるようになりましたんでね、今回はなんかね失敗しましたけれども、でもこう削れなかった、高さ方向でねちょっとダメだったんですけど、線自体はですね、残ってますんでね、これがね 0.5 ミリぐらいかなの太さの線なんパターンなんですけどね、こっちも同じ設定なんですけど、ちゃんとねパターンは残ってるんでね、ちょっと高さマッピングかなんか間違えたのかな、ちょっと分かんないんですけれどもね、ちょっと今回失敗ですね。はい、でもこの精度でできるはずなんでね、かなり精度いいと思います。あとはもうちょっとね、もうちょっとだけ精度上げられるとは思うんですけれども、はい、ということで、またね、パターンをこういうので作ってですね、ウォークマンの修理の時にですね、改造を入れたりとかで、ちょっとしたジグを作ったりとかですね、そういうのに使っていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、こんな機械ですね。はい、なおじいでした。どうもありがとうございました。失礼します。